皆さんこんにちは、なるほど店です。今日もシースルーマッチ3で遊んでいきます。さあ、やねちゃんの797ステージ攻略いってみましょう。お、黒タイルちゃんが久々の登場。これで作りますか。あー、増えてきた。これで緑壊して、さあ、おお、すごい。特殊ジュエルを作りつつパネルを壊さないといけないと。ニンニンと。お、爆弾できる。こう、今までのおさらいみたいな感じですよね。前回の動画は爆弾作るみたいな。どうしますかね。青。特殊ジュエルは作れそうもないですか。あ、これで爆弾作れますね。あー、星作れるけど爆弾作る。はい、行きましょう。ドカーンと。あえて爆弾にしましたけど、どっちが良かったんでしょうか。これなんか降ってきますか。あー、そっち増えてくるの。はい、落ちて。あー、待って待って待って、やめて。これで星が作れる。さあ、星を作りましたけど、あ、これで星作れる。赤とこのパネルじゃなくてチェーンのところ外しておかない。おし、あ、いけましたよ。すごい。あー、こういう壊し方いいですね。ぜひご参考にしてください。ということで、今回の動画以上とさせていただきます。他にもたくさん動画ありますので、方はそちらもご覧くださいませ。高評価、コメントもよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。